日光とかを遮るとサインなんですけど、ちょっとブルーライトかな、ブラウンですか、で、ブルーライトとか言われたのですけど、まあこれもスペースマットなんですけど、で、旅行とか見た方がいいと思います、ね、だったらグリーンがすごく自然映えするらしくて、それこそ普通にウォーキングジョギングだけでもいいですけど、緑がすごく綺麗に多いから、旅行とかだと、まあ薄くてもグリーンは全然ファッションのアイテムとしても度は入れられることができるのでありだと思います。なんか秋まだなんかピンクとかだと結構明るく見えたりするらしいんですけど、大丈夫ですよね。だって結構割とだってなんだろう、はつらつとされてるようなイメージ、今話してるイメージだったんで、だからそこはなんか心配もしサングラスにするってなったらこっちだと印象が強いからってなると、やっぱり緑だったりブラウン、まあ黄色だとちょっと難しくなっちゃうこともあると思うので、ブラウンとかの方が合わせやすいかもですね。まあ全然ありだと思います。茶色とか黒とかありますよね、わかる、なりますよね。だから俺も最初合わせたんですよ。だから誰にでも手に取ってもらいやすいぐらい、男の子が手に取りづらかったりするのかなとか思ったりして、ただ最終的にピンク黄色はめっちゃ迷うし、これで友達がやっぱり どっちがいいかなって。いらっしゃいませ店員さんですか。店員さん憑依させてる、はい、これはもう決まってる。あ、そう一緒のやつ。本当ですか。じゃあ一緒に選びましょう。もらったの。ああ、今日ここからこれか今とかなのか、とりあえず見てみようってことか。そうか、でもそのぐらいの服装もあれ、じゃあもう選ぶのなしです。あ、なるほどね。もう一個選ぶ。試してみましょう。かけるどういうのがいいですか。普段メガネかけるんですか。かけない。かけない。私は可愛いからかけるか。人のメガネがあれじゃないですか。可愛い。可愛い。僕も今日ここに来て気づいたんですけど、俺家でてかいつから知ってくれたんですか。ちゃんとしたね。はい。昔自粛中とかにスタイルとかでたまにかけてたのを見てたら分かるかもしれないけど、家でブルーライトメガネカットかけてかけたんですよとか昔にスタイルやったんですけど、これなの。全く一緒、これ全く一緒なの。当時住んでたんですけど、この近くの族に自粛中に買いに行ったメガネがこれで、家で一緒に当ててもらって恥ずかしくてかけれないとかで、ここそれは大丈夫ですよ、全然似合ってますよ。残り1分です。あ、でもそれ以降になると思いますけど、初めて皆さん薄いよりなんかこういう方が良さそうだな、ピンクってなった。え、それどうですか。どうですか、いいですか。じゃあそれでいきます。じゃあ僕セレクトということでいいですか。はい、え、マジっすか。じゃあこれで大人っぽすぎ。あれそう、あっちの人に自分には意外とグラスの色これなんだ。